スティカ。パラスティカの豆だと澤部です。去年もやったディズニーの1万円クリスマスプレゼント交換をやりたいと思います。やったー。去年はね、お金なくてうちら3000円とかでやってたよ。そっか。そう、じゃあ今回は1万円で、うん、各々1万円ずつです。1万円。え、マジ？はい。え、じゃあ、え、うん、で、交換庫なので。え、嘘。はい。そしたら私ラプンツェルの口10個買うわ。いや、いらないです。お互いお楽しみにしときますので、シークレットそれぞれ買ってお家で発表ということになります。やったー、楽しみ。早速買っていきたいと思います。じゃあまた皆さんお家でお会いしましょう。さよなら。さよなら。パラスティカ。はい、皆さんお家に帰ってきました。はい、楽しく選びました。楽しかったです。お互いのプレゼントですから、うん、1万円分、うん、結構精神誠意を込めて選んだつもりではある、うん、いや我もよ、うん、どっちからにする？ちょっとじゃんけんする、じゃあいいよ。最初はグッじゃんけんぽい。あいこうでしょ。あ、じゃあ先やるわ、うん、分かった、うん、じゃあこれが皆さんに選んだ1万円分のプレゼントになります。はい、まあ、どうしようかな、はいはい、テーマ、はい、言います、はい。自分じゃ買わないけど、うん、もらったらちょっと嬉しくなさそうだけど実は嬉しい。結構、品数いっぱいある感じかな。あ、そうなんだ。細かいのをたくさん買ったって感じ。はーい。じゃあ、もう一つ目。はい。あ、いいよ。はい。うわー、なにこれ好きでしょ。大好き。これ、子供用のバトン。いいじゃん、こいつじゃん。そうそう、ちゃんと音鳴るから鳴らしてあげて。え、待って。遊び方。あ、二つのモードがある。何？トラップを腕に通してください。これ通して。わかった。危ないからね。うん。Wii リモコンみたい。そう。すげえ楽しい。あー、かっこいい。かわいいじゃん、いいじゃん。プリキュアみたい。次ディズニー行くとき絶対持ってこう、これ。ときめきカーニバルって感じだね。ときめきカーニバル。あーあ、危ないよ。かわいい、ありがとう。はい、二、はい、つ目こちら、どうぞ。あ、チュロスじゃん。なにこれ、消しゴム。チュロスの消しゴム。すーげーごついんだけど。ごついでしょ。学校にこれ積まってく人いるってこと。多分ね、ハサミでカットして使うんじゃないかなと思った。間違えてドッキリしてこれ食べれるよって言ってみようかな、誰かに。誰も騙されねえよ。はい、こちら。はい、肩叩き。おぉ待って、ボケ倒すじゃん結構。また長い棒。やっぱうちらさ、肩凝るじゃん。うん、凝る凝る。練習してるから。うん。これはまあ、結構いいなと思って買ってた。これめっちゃいいじゃん。うん。しなるわ、しかも。しなる。しなるんだけど。あ、これいいな。いい？あ、いいいいいい。程よい硬さで、こうやってしなってくれるから。あ、これ超いいね。いいんだけど。あ、長い棒もうないから大丈夫。もうない。安心したわ。うん、はい。はい、どうぞ。はい。何？誰？豚じゃん！最近私が、インスタで豚の赤ちゃんの動画ばっか見てんの知ってるから。そう。ずっとね、豚ばっか見てんのよ。かわいい。はい、次こちら。はい。かわいい！かわいいっしょ？うん。ち、結構スープとか味噌汁とかよく飲むけど、うん。なんか適当な器がなかったじゃん。確かに確かに。でもこれはもうスープ専用だから。わ、かわいい。スープもついてますし、うん。かわいいんじゃないかなと思って買ってきました。わー、これでしじみの味噌汁いっぱい飲める。いや、渋ー。アンダーザ、ミストレ島って書いてあるわ。ミストレ島とは？はい、こちら。はい。スマホケース。待って、これ入んの？私の入る？あ、入んないかも。え、ちょっと待って。あ、待って、うちらまだ 6S の気持ちでいたわ。あ、無理だ。やばい、やらかした。 6S を、うん、もう iPod としてこれに使うわ。一番最初に選んだから。あ、そうなんだ。ずっとこれ持って店内歩いたんだけど、マジ恥ずかしかった。いいラインナップだね。はい、これで私のプレゼント以上になります。で、これで1万円ということですね。そうですね、ぴったり、1万100円でした。ありがとうございます。もう全部使えます。いえいえいえ。パラスティカ。タオデさん
のプラスになるものっていう。あー、ありがたい。全て。ありがたい、ありがたい。結構マジで選んだよ、私は。ボケ倒してはない。ごめんね、ふざけすぎて。あ、全然いいのよ。じゃあ、行きます、ね。はい、楽しみだな。いきまーす。はい。はい。え、なにこれ？シェリーメイの、うん、あの、なんか、マッチュータンみたいな、ちっちゃい絨毯。かわいい。お部屋の入り口に引いていただいてもいいですし、うんうん、よく足を下ろす場所に引いていただいて、まあ、こいつを踏みつけていただきたいと思います。いやこれせっかくだから玄関に引こう。玄関に引いていいの？うん、来客ね多々ありますので。そう、うわー女子じゃん。2個目、私ね全部で4つしかないんですよ。うん、こちらどうぞ。これね、入浴剤です。あ、うん、嬉しい。タオデさんね、最近ね、入浴剤にすごい凝ってるので、そうなの。このクリスマスの限定の入浴剤です。あ、嬉しい。自分で買って帰ろうかなと思ったんだけど、うん、これやった、嬉しい。白乳色のお湯になるヨガ。乳白色ね。あ、乳白色ね。白乳色って言うから。はい。三つ目、こちら。はい。はい。え、なにこれ？かわいい。どうぞ開けてください。開けていいの？はい。おーいおいおい。ブランケットです。おーい、かわいいな、おい。これめっちゃかわいくない？うちね、あの、ブランケットがなくて、うん、ブランケット欲しいねって話してたのよ。そう、あのね、編集中やっぱ寒いですので座ってて。うん、そう。しかも家で使うサイズ感として、もうちょうどいいわ。ね。うん。で、なんか手触りも、後ろと前とで違うので、うん、うわマジか、うん、ガチじゃん。ガチよ。なんかごめんねバトンとかあげてさでいいんですよこれで。沢出さんはやっぱ今度からなんかウームに行くから好きだからね、うちのバディさんがダッフィーが。そう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 。じゃ最後です。はい、最後はこちら、どうぞ。お、何？ピアノです。お、マジか。うわなんとこちらのピアノで10曲も演奏ができます。マジかよ。しかもなんとこちらに譜面までついています。わー、はい、やばくない？やっぱリズムニストとして最近やっぱ DJ セットとか、まあ、いろんなものをね買ってますけど、はいはい、初心っていうか、まあ、音の感覚忘れないでほしい。やっぱピアノ置けないのでこれ買いました。うわやばくないこれまあ、要練習ということですね。これ電車で私やっちゃうよ、こうやってさ。あの、イヤホン刺すとこないから、やめてくださいね。イヤホンはないんだ。ありがとう、マジで。いいえ。こちらが私の1万円分のプレゼントでーす。わーい。パラスティカ。いかがでしたか今年のクリスマスプレゼントは。いやー去年は3000円で結構楽しいもの買えたんだけど、うん、1万円となるとまあ違うね。違うねやっぱ、うん、やっぱ個性も出ますとか、うんうん、かなりいい買い物になったんじゃないでしょうか。皆さんも興味あるものございました。これ全部ディズニーシーで買いましたので、はい、ぜひチェックしてみてください。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録お願いします。以上、せーの、パラスティカでした。バイバイ。